フラワーパックンの食べ方。フラワーパックンは首元を引っ張って、まずは土管から体を出しましょう。次に葉っぱを取ります。葉っぱなので簡単に取れます。これがサラダになります。葉っぱの次は頭を取ります。掃除機のアタッチメントを外す感じで首元から頭を外しましょう。次に体から首を外します。ただ刺さってるだけなので引っ張れば抜けます。首はよく見ると2段階になっています。縮めることができます。パックのドリンクについているストローみたいな感じで縮みます。これでふにゃふにゃになったりしません。次に頭。頭はこの見た目通り毒まみれです。でも脳みそと歯だけは食べれます。まずは霧で頭に穴を開けます。穴に先ほどの首を入れて逆さにすれば脳みそが出てきます。これがドレッシングになります。次に歯を外します。歯茎から引っ張れば入れ歯なので取れます。でも中にはポリデントをしているやつもいるので、こういう場合は諦めましょう。取り出した入れ歯は凍らせます。凍らせることによって歯茎の部分が縮み、歯が簡単に取り外せます。取り外した歯は金属バットで叩いて粉々にしときましょう。こちらもドレッシングで使います。最後に体。体を傾けると血が出てきます。これもドレッシングに使います。そして体はお尻の穴から空気を入れると膨らみます。膨らんだことに耐えられなくなり、皮にひびが入ります。そして外れます。この皮と序盤に取った葉っぱでサラダが出来上がり。最後にドレッシングを作りましょう。血と脳みそを混ぜて歯を入れれば完成。歯はカリカリ食感なのでアクセントになっていいですよ。このドレッシングをサラダにかけて完成。そのお味は？ジジイの汗です。